工業技術基礎といいまして、1年生におけるいわゆる実習というようなものにあたります。実際に作業をして技術を覚えていくということになるんですが、今日の、使い方としましては、教員側としては提示装置として使わせていただきました。生徒に資料を配布するものを大きく見せる、それから、作業のポイントを伝える、そういったものを写真を見たりすることによって、分かりやすく伝えられたのではないかなというふうに思っています。また生徒が作業する、スプレッドシートと同じものを見せることによって生徒も多少分かりやすかったのではないかと思っています。生徒の方としましては、今までは、測定したものを紙に写して、そこからグラフをまた手書きをするということを以前はやっていたわけですけども、スプレッドシートを使うことによってすぐにデータを入れ、すぐに、グラフ化ができましたので、結果を、生徒たち同士が一緒に、話し合う、考察する時間ができたのではないかというふうに思っています。教室の方で行う授業なんかのことを言いますと、工業の、授業では、物の構造ですとか中身を、解説するために、複雑な図が教科書等に書かれています。提示装置として扱っていく場合は、それらを、黒板に写すことなく大きく提示することができますので、とても生徒たちに説明する際に分かりやすいことが出てきたかなというふうに思います。また、一人一台の、パソコンを持っている1年生の授業では、提示をして見せるだけではなく、プリントの配布とかですね、それから、演習問題とかをの配る、作業が速やかにできるようになりましたし、また回収も生徒たちが提出ボタンを押すことによってできますので楽になったかなと思います。また場合によっては生徒たちもすぐに回答を見ることができるので、生徒たちの、作業もスムーズになっているのではないかなというふうに考えています。生徒たちが、お互いの意見等を交換し合う、いわゆる共同という学習をしていかなければなりませんので、問題を解くとか、プリントを配布するだけじゃなく、そのコンピューターの中の画面を見ながら生徒たちがお互いの画面を共有して話し合い、コミュニケーションを取る場が広がっていけばいいなというふうには思っております。私たちがそれに対してどういうふうに使っていくかというのも大事なことだと思っています。